Love. 私は私の正義を貫く。エアリー。精一杯演じよう。ボンジュール、マドモゼル。おっと、逃げ出そうとしても無駄だ。ここは俺様が作り出した青春世界ゆえに、貴様らごとき下等生物にはどうすることもできん。ここから逃げ出したくば、これから始まる戦いの宴に勝ち抜くことだ、カスども。誰だ？もしかして、あのバカ。知り合いか？ええ、多分バカくくり。後で持ちかけてみるか。要はあれだろ、妄想の世界に閉じ込められたってことだよな。私の衣装がお前のいつものやつではなくてホッとしているよ。私のレンプが見当たらない。バカくくりを問い詰めるしかないわね。
と、そうだった。これをご覧のクズどもに俺様が何をやっているか説明しておこう。この邪神像は力を再び得ることで精神世界から現実世界に復活を遂げる。そのエネルギー源は美女たちの恐怖や絶望である。つまり彼女たちの戦いそのものがエネルギー源。そして邪神復活は俺様ワールドが妄想壁を破って現実世界に現れることを意味する。その瞬間世界のマッバーザーは我がコレクションとなるのだ。集え、空を愛する者たちよ。任務開始。レディーゴー。やろう。この格好じゃね。それにしても砂に埋もれた人間はどうなるんだ？集え、空を愛する者たちよ。バビッとやっつけちゃうぞ。レディーゴー。やろう。おう、タイムだ。ここやる。危ない。危ない。弱いやつに限ってアレンジを加えたが、技が悪いんじゃなくてお前に何かが欠けているんだよ。はあ、あのバカくくりの世界だけあって砂が鬱陶しいわ。ふん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 、ウォンチュー。
集え、空を愛する者たちよ。ヘイカモン、レディーゴー。わあ、じゃあキッチバこんな屋敷、私の仲間と船があれば一撃で粉砕してやるのに。集え、空を愛する者たちよ。じらしちゃ嫌よ。レディーゴー。ジャンプ。ゴー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 してハンデのつもりか。私も甘く見られたものだな。この茶番劇もそろそろ襲撃にしたいわね。ここまでは予定通り。残り二人分の恐怖を集めれば我が目的は達成される。俺様自ら恐怖を与えてやろう。ファイトさせエクスージョン。敗北者はエネルギーを吸い取られ、我がコレクション砂人形となるのだ。泣け、叫べ、震え上がれ、オープンミューゼック。自分の精神世界とやらに他人の意識を集めるという能力は素晴らしいのかもしれないが、使い方と目的がクズすぎ、許さない。チームメイトもおっしゃってるようなのでぶちのめす。
集え、空を愛する者たちよ。砂丘に没せよ。レディー、ポイザン。損害賠償をきっちり払ってもらうわよ。くそ、この世界で俺様が負けるとは。俺様の妄想力がまだまだ未熟なようだ。喋る間もないくらい喋る。